なんでじゃあ、なんで剣術で決着つけない、おかしいやんって言うんだけど、実はね、当時はその正義っていうのはもう、藩によって違った。本当は正義ね。なんでかって、武士一人と正義が違った、実は。その名前で本当は。国によって正義全然違うから、だから戦争が起きるね。宗教によっても正義は全然違います。第一、正義って宗教用語です。そんなの、何その裁判に持ち込んでんの。裁判に善悪とか正義とかいう宗教用語を持ち込むのは間違ってるし、まして人生なんていう文学用語、裁判の場に持ち込むのは完璧な誤りだ。これも一つの正義やろ。なあんたらの正義と結構拮抗したって、もう一回で、結構拮抗したって、もう一回で、結構拮抗したって。違うんだけど。